そうか、秋山が社長に会ったか。分かった。それじゃあ例の計画進めてくれ。桐生さん。どうした。ちょっとテレビつけさせてもらえませんか。こいつは。これがあの勝也ですよ。今回の T セットのメジャーデビューコンサートは急遽決定したものです。関西のテレビ局で放映されていたプリンセスリーグの決勝で活躍したダイナチェアさん所属の沢村遥さんが日本ドームでのメジャーデビューコンサートを予定していたのですが、その都合がつかなくなってしまったことから急遽決勝で対戦した T セットが代わりにコンサートをする運びとなりました。それでは本当に緊急なコンサート開催になると。ええ、そういうことになりますね。ですが、T セットの2人はすでにとある著名の先生から楽曲提供を受け、メジャーデビューする予定になってましたから、コンサートの開催自体に問題はありません。私ども大阪芸能としては、まあ、これをラッキーなきっかけとして、沢村遥さんには申し訳ないんですが。というわけだ。今のやつが勝也か。あいつが…森永の兄貴を殺した男ってわけっすね。まだ確証は持てない。だが垂れ込みによりゃ現在警察は勝也を森永殺しの重要参考人としてマークしているのは間違いないようだ。どこ行く気や。勝也のとこに決まってるじゃないですか。やつはこの上のホテルに泊まってるんすよね。だったら今すぐ殴りに行けば。その体でか。俺が行く。え、冴島さんが。お前は警察行って森永の亡骸に手合わせたってこい。それが今のお前ができることや。でもたった一人の兄弟やったんやろ。せやったら見送ってやってこい。はい。どうしますか、キリュウさん。行くしかないだろう。これはあの男のサインだ。サイン？登場会乗っ取り計画に合わせて自らメディアに登場して存在をアピールする。あの勝也って男は呼んでるんだよ。敵も味方も自分のところに集めるためにな。キリュウさん、どちらへ。ババ、お前は残ってくれ。え、でも一つお前にやってほしいことがあるんだ。何ですか。あさって日本ドームでコンサートをやることになっていた沢村遥、あいつに会って伝えてほしいことがある。え、もしかして桐生さん、そのこと知り合いなんですか。ああ、話せば長くなる関係だ。それで伝えてほしいこととは。諦めるなとな。それだけですか。ああ、それだけだ。
てや。ポケットしてねえで金出せや。この世の地獄を見せてやる。痛い目見てえのか。私は豚です。許してくれ。でも野郎、どこ見たってもう殴らないでください。ごめんなさい。
ちょっと待てよ。殴らせてもらうぜ。仕方ねえ。
てって。ちょっと待ってよ、危ない危ない。お兄さん、通行料よこせ。Hey!
俺が悪かったです。すみませんでした。
けられて絶対たっちょっちぇうりゃこんなもんじゃねえだろSick!
死ほどにも